分戦、ヤンキース4レイパイレーツ。21日、タンパ。ヤンキースのイチローが高打で順調な仕上がりをアピールした。9番指名打者で出場し、2回無失1、2塁で、見送ればボールという内角低めの変化球を詰まりながらも仲間へ運んだ。これで4試合連続安打。シーズンに入らないとわからないこともいっぱいある、と冷静だが、開幕に向けての不安を問われると、そういうものはないですね、と断言した。ヤンキースブルージェイズ23日、タンパ、ヤンキースのイチローは、9番中堅、で出場し、3打数1安打だった。内容は2ゴロ、右越え2塁打、2ゴロ。ブルージェイズの川崎は6回から遊撃の守備につき、7回に四球を選んだ。9回に代打を送られて退いた。ブルージェイズが3-1で勝った。イチローの話。6回の右越え二塁打は、風で乗っていったんじゃないですか。ただまあ、バットの芯に、かかってはいた。風も知っていたし、それなりには行くと思っていた。川崎の話。遊撃で途中出場した6回に三塁手が弾いた打球を好フォローし、盛り上がったね。あの辺に飛んでくるんですよね。だから、いつも油断してはいけない。最後まで追いかけないといけない。嬉しかった。